はい、皆さんこんにちは。ラジオ一応アップできましたみたいです。これがアップできるかどうかもわかんないんですよ。今一生懸命ネット回線をやろうとして、SIM を僕アメリカの SIM 持ってるもんだから、なんていうんでしょうかね、それとは別にデータだけの日本の SIM が欲しいと、そう考えまして今調べてます。全くね、僕ね、そういう知識がないんで今苦労してるんですけど、とにかくラジオを上げるためだけのあれなんで、何がいればいいのかわかりません。今日ですね、ホテルニューグロリアの温泉でアップしようとしたら、パソコンが重すぎてダメでした。向こうのパソコンね。そんなことです。とにかくなんとか頑張ってね、スマホだけでできれば本当はいいんですけど、なかなかそうもいかないので、とにかくいろいろ工夫してみようと思ってます。いやー、とにもかくにも、ラジオが1本アップできたことはいいことです。これもアップできればいいなってことで、映画の話。いっぱい見たんですけど、まずは日本の映画からいきましょう。ということで、今日も元気に参ります。ジョリーに首ったけです。一人やりますよ。どうも。でですね、見たのは福島50、という映画ですね。いわゆる福島の原発事故の、現地で頑張った50人の映画です。テーマは非常に良かったですね。役者は佐藤浩市と、渡辺謙という、日本だったら、なかなかの役者なんでしょうか。で、見た感想から先に、率直に言わせてもらいます。残念です。面白いとかつまんないというか、やっぱ撮影がちゃちい。やっぱりね、その撮影規模っていうのが日本だってどうしてもね、ひどいわな、なんというか、それを見てると、やっぱりもっとね、特撮でもなんでもいいから、やっぱりアメリカなんかのさ、テレビドラマでやってる津波のがすごいんじゃダメでしょ。やっぱりね、津波のシーンとかそういうところがミニチュアがちゃちくて、良くなかったなって感じますね。ただ、一つ言えてることは、佐野史郎かな、菅直人役。あれは笑っちゃいましたね。佐野史郎がやっぱりね、菅直人嫌いなんじゃないかぐらいにうまくダメ総理をやってました。で、菅直人を見たっていうんで、僕ね、本人に本当は感想を聞きたいぐらいなんですよ。とにかく役者としては、佐野史郎は悪くはないですよね。だけど、所詮日本の役者と思ったんだけど、やっぱ日本の総理大臣やるのが最高です。前に、確かね、空母いぶきかなんかで佐藤浩市が総理やって、なんか批判食いましたよね。で、やっぱり安倍総理を言うのとさ、やっぱり違うと思うんでね、公平にっていうんじゃなくて、やっぱり、あの時、菅直人、僕アメリカにいたんですけど、菅直人がどれほど愚かだったかってことはもう皆さん知ってるわけでしょ。はっきり言ってアメリカがもう嫌気をさすぐらい。で、感動したところは、アメリカの軍人がね、友達って言うのが友達作戦をやるとか、あれはね、なかなか感動ですね。やっぱり僕アメリカにその当時いたから、その友達作戦っていうのはどれぐらい真剣にアメリカ人が考えたかとか僕よく知ってるので、やっぱりね、あれを見てて思いました。で、水素爆破の話は例えば1号2号3号とかあるじゃないですか。あれはね、忠実かどうか分かりませんけど、結構ちゃんとどういう爆発が起きたか分かれてました。現実問題は、弁当、要するに空気を逃がすとかいろんな問題、批判とかいろいろあるでしょうが、やっぱり福島であの現場に当たった人は偉いと思いますよ。ね、例えば、がんで死んだ人もいましたけど、所長、やっぱりみんなが頑張って止めたってこと、事実、日本人のすごいところですね。韓国セオル号事件、率先して逃げたなんてのありましたけど、やっぱり日本人の、心魂、それをね、東電が悪いとか言っちゃいけませんよ。天才なんです、なんでやろうとね。当然もっとしっかりしてくれならわかるけど、やっぱりこれね、災害はね、誰のせいでもないわけでしょ、ね、その後が問題じゃないですか。今ちょうどコロナウイルスの問題とかも起きてるし、やっぱ同じぐらい大変な問題になってますね。だけどこういうのも後のことで人災だとか言って、後みたいなこと言ってんじゃなくて、やっぱりしっかりやんなきゃいけないと。僕はその福島50のあの映画の中であった時期に安倍さんが何やったかもよく知ってるんで、それを考えた時にその当時の政府、民主党政府はダメでした、正直言って。ねだけど映画の中で頑張った人たちのことは悪くは言えないと思います。で、政治もそうね、初めてそんなことがあったんだって彼が映画の中で言ったけど、そんなこと分かるわけねえだろうって、確か分かるわけないんですよ。しょうがないんです。だからその中をみんなが頑張ってなんとかしようとか、福島の災害なんかもね、失敗したら関東全域住めなくなる、本当はどうだったか分かりませんよ。でもそれぐらい危機感を持って接したってことなんです。だから今この映画を見たときに、僕は何で見たか、そのコロナウイルスの話も含めて、今だったらどうなんだろうということとか、そういうことも含めて見てみました。その結果はですね、一言言うと、映画がチャチ、これだけ、それしかないです。
それ以外にもね、今後ね、マーベルがね、一旦アベンジャーが終わっちゃったから、それに付随して見たい映画もいっぱいあって、他にもですね、実はちょっとびっくりするのも見たことがあるんですよ。ただこれはね、随時やっぱり話していかなきゃいけないかなって、飛行機の中で見た映画ですね。やっぱりアメリカから日本に来て、本当はアメリカで見たいんだけども、今映画館も何も、今カリフォルニアどこも行けません。マジックキャッスルも閉鎖してます。もうラスベガスもだね。こんな状況も今ね、ものすごいって戒厳令のような状態でアメリカが進んでると。日本なんかいい方ですね。居酒屋系ですしね。だからみんな行きましょう、日本は。ね、K1 のこと悪く言ってる人たちいますけど、そんなね、K1 の悪く風評被害なんかに受けたらダメですよ、今。やっぱり僕らがどんなこと言ったって、僕らの方も、ね、福島の人間たちね、あそこに行ったらね、死ぬかもしれない、放射能浴びて。で、頑張ったんでしょ？で、止めたんでしょ？じゃあ、俺たちはどうしたっていうか、部屋にいて、のうのうと思ってて、10万円くれるの待ってていいの？そうじゃないじゃん。経済がダメになる。まず、経済がダメになると、人間の体に治んないんだよ。これ分かってほしい。命が大事とかね、健康が大事って言ってるけど、だからこれ僕ね、もちろん大事だよ。大事だけど、それを犠牲にして戦った人もいるってこと。ね、今はお医者さんとかいろんな人間たちやってて、ただ問題はマスコミが勝手なこと言ってて、デタラメを言ってるから、おかしな方向進んでんじゃないですか。で、僕らはそんなのに負けないで、やっぱり今ね、自分たちの置かれた立場をどうやっていくかを考えなきゃいけないと。経済がダメージ受けたらおしまいです。みんなお金ないだろ、はっきり言って。でも飲み行ったり動かなきゃダメだよ、本当。そうしないといけないってことを、いろんなことの意味で考えたのは福島フィフティでしたね。本当、あんなね、大規模災害がまた起きるかどうかって分かんないうちに、本当ね、コロナウイルスのこういう問題が起きちゃいました。まあ同じようなもんじゃないですか、結論から言うと。で、これをやっぱり映画の中から見ながら、僕は災害とかそういうことを、紐解かなきゃいけないんだけど、残念だけど、やっぱりチャチー、なんだろう、ものすごいチャチーね、特撮じゃダメですよ。ね、あと本当に、なんだろうな、要するにその原子炉内ってさ、やっぱりさ、どういうふうになってるかとか、そういうところも忠実に描くためには、いろいろさ、やんなきゃいけないでしょ。ね、どっかのスタジオのところにやったんじゃダメ。スタジオやるんだったらハリウッドみたいにやんなきゃダメ。お金かけないんだったら映画作っちゃダメ。僕はそう思います。ね、だからやっぱり僕たちはエンターテインメントの世界ですから、エンターテインメントの勉強になるためにお金のかかった映画を見なきゃいけないってことを、痛感しました。ということで、映画の話はここまでです。で、今後のラジオの話も少ししておきたいと思うんですが、あと3分ぐらいですから。ブログに、ラジオのブログいつもやってるんですが、とにかくギリギリアクセスしたんだけど、アクセスの大変なんです、細くて。それで、今後まだね、試行錯誤します。どうしたらアクセスしやすいかとか。で、アップロード6時間かかりましたね。6時間もっとかな。お昼からだから8時でしょ。終わってたの8時だと。7時、6時だと。6時間、5時間から6時間かかって、ようやく細い 2G の回線で、ラジオの動画アップするんです。ね。やばいでしょ？もうこれどうしたらいいのかと思っちゃうよね。だからそういうことも考えてね、これからね、ちょっとね、工夫しなきゃいけないなっていうことで、深夜アップ、寝てる間にアップするとかいろいろ考えてやりますから、皆さんね、頑張ってね、応援してください。とにかくね、しんどい、アップロードが。ね、iPhone ってどうやったらいいかとか、そういうことね、このね、ブログなんか、それでもう昔のパスワードだから分かんなくなったのもいっぱいあって、ブログができないとか、いっぱいあるんですよ。ね、それも含めてちょっといろいろ考えてみたいと思います。月曜日はとにかく何が何でも、クインビが休みなんで、ネット環境が非常に少なくて、ニューグロリアの温泉しかありません、ホテルのね。 そこしかないんです。あとね、すごく安いね、食堂。この食堂がね、ネットはつながるんだけど、いかんせね、安いんです。400円ぐらいで食べられちゃうんだから、440円、消費税込みで。それで、ご飯おかわり、お皿おかわり、惣菜食べ放題、コーヒー飲み放題、お茶飲み放題、すごいでしょ。それで、例えば、そうだな、例えば、唐揚げ定食とか400円、440円ですね。生姜焼きを食いました。昨日食ったの生姜焼き、今日食ったのはメンチカツ定食、500円で550円。やばいですよ。ね、で、今日は帰り、ネットがつながらない状態、いろいろあったんですけど、中華料理屋で600円のチャーハン食べました。いろいろね、おいた、安いね、食べ物。どうしてこんなに安いんだろうっていうふうにね、思っちゃうぐらいに安いです。ね、あと映画はもう残念ながら、今はもう DVD しかもう今ね、見るチャンスがなかなかないです。だっていい映画があればいいんだけど、ましてやほら、映画館がやってないとか、もうありえないの状況になってんじゃん。だからそんなことを考えたときに、今後ね、僕らは、まだまだ映画見ますからね。もちろん、クワトロフのところで見る場合もあるし、いろんなところで見るところがあると思いますね。皆さんがこんな映画とかね、久しぶりにこれね、アップしてますから、これ聞いたら、皆さん僕に連絡ください。聞いたよとかね。なんか嬉しいじゃないですか、そうですね。Facebook でも何でもいいので、楽しみにしてます。もう本当にもう、これも大変だね。日本じゃないよ、アメリカとかね、ヨーロッパ。もうアメリカが大変ですよ。ね。とにかくカリフォルニアは完全にストップ。もう困っちゃったね。行くも来るもできない。
そんなんでどうすんのって感じだけどね。でもアメリカはしょうがないでしょ、やっぱりそういう国だから。日本はそうじゃないってことで、頑張って日本の経済をなんとかしましょう。だ、世界がどんなに落ちても日本だから大丈夫。オリンピックがね、中止もしやとか、中止はしないのか、延期もしやとか言ってるけど、もうそんな悲しいこと言わないで、頑張ってオリンピックボン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 できるようなぐらいの元気でいこうじゃないかと僕は思ってます。さあ、ということで時間になっちゃいました。もう皆さんね、また明日か明後日か、うまくこれがアップできたら会いましょうということで、よろしいでしょうか。はい、それではさようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。